1番2番3番4番6番5番でスタートしていきました。外寄りから順にスタートは先行でしたが、2号艇の滝川出ていきました。それを外の方3号艇4号艇攻める最内を通って6号艇の山口が上がっていきます。トップ争いリードしたのは6号艇山口真希子、追走が2号艇の滝川、5号艇の北村です。上位の体型は6番2番5番の順でレースは2マーク、スタートは前提正常です。一周2マークトップ6号艇山口がクリア、続いて2号艇の滝川が旋回、3番手は5号艇の北村です。6番2番5番の順、上位3人地元長崎支部という体制でこれから2周目第1弾マーク、主導権を握っているのは6号艇の山口。山口がトップ守って2周1マークを旋回、5艇身くらい離れましたが2番手変わらずの2号艇滝川、その後ですが3番手は128期新人5号艇北村、そして後ろに3号艇高田、4号艇の小池、1号艇田村となっています。先頭6号艇山口真希子、今2マークを返してホーム直線コース、追走は2番5番の順、上位体系は625、後方は4号艇3号艇1号艇が続いてレースは最終周回1マークを迎えていきます。さあ自身2勝目となりそうです。6号艇山口、昨年の大晦日にこの大村でデビュー初勝利を飾って、そして2勝目に向かうトップもやはり大村となりましたが、ホーム大村6号艇山口が先頭、そしてやはりホームとします2号艇の滝川、5号艇の北村にとってはこれがデビュー初連帯かという、今最終端マーク後ろ4番小池迫ってきましたが、5号艇北村3番手を守りました。第2レース一般競争、先頭6番山口ゴールイン、2着2番滝川、3着5番北村、続いて4番小池ゴールイン、3番高田、1番田村ゴールインです。